というわけでね、今、えー、ネットの方がね一旦落ちてしまったんですけど、すみません、はいえー、この放送はラジオでもお届けしていますが、現在、ねえー、音楽をお届けしておりますので、ネットをご覧の皆さん方、えーまあ、ネット裏トークをお届けしております。まあ、おじさん、今回、本当に沖縄でのライブということで、まあ、飲みながらのライブということで、そういうの、もうほ本当のこではそういうのはあまりやらないんですか 飲みながらのライブとかいう。最近やめてたんですよ。あ、最近やめてたさ。はあ、もう一時期は本当に、はあ、ずっと飲みながらやってたんですけどね。まあこれがまあ小田さんスタイルみたいな感じまでなってたんです。というかまあもとあんま人前に出るの得意じゃないんで、あ<ー>酒飲んだ方がまあ調子が出やすいんですよね。なるほどね。あでもそういう意味では、えー、まあ沖縄前回もモツだったんですかラ去年がモツです。あモツの方で。はい、あじゃあこんな感じで。 でも去年は飲まないでやった、はい、ああなるほどなるほどはいまあでも普通にこうコンサートっていうのも当然沖縄の方でもいつかはやれればやるかもしれないですねね、はい、えー、がっつりとはい <laughs> なんかこうコンサート会場みたいなところでそういうのもそうですねそれもそれでやれたらやれるといいですねえ、ね、そういうのも メールも入っているようなのであとでまたご紹介しましょう。はいまあ、今日はあのまは来ていただきまして、まあ、この後も沖縄でも、んかこう他の放送局とかでも、はい、今日もあるんですか、また。えと今日はですね、うんえー、そこまで詰めるとのあの怒られそうなので、ここで一応終わるんですけども、<laughs> 実はあこれ、今、放送載ってないんで、2曲目ですよ、今あの、うんあのー、来年 えと沖縄クラブさんで小田さんの連載ページが始まるんですねそうなんですかこれも決定で毎月に開き2ページで結構面白い対談コーナーになるんですがあそうなんですか沖縄クラブでそうですね早くもその取材が始まってまして詰まってるんですねゆっくり飲めないじゃないですか飲みながらやる取材なんですそういうの選んでるなるほどでもそれをライブ前に入れるかっていうのがまたちょっとあります。 <laughs> そうですよね、でもね,ねいえ、沖縄に入ったのは今回は、先週ですか、じゃあ、えー、何日か前です。土曜日ですもんね、1週間とかぐらい、がっ,つりいらっしゃるそうですね、まあ、一応、リハーサルもやるんで、リハーサル以外は結構、のんびり体調を整えれるかなと思ったら、全然、東京にいる時より忙しいみたいな。<laughs> あなるほど ありがたい,んですけどいやでもねもうその分だけね沖縄の方々があこの人が渡田哲郎さんなんだっていうのをね本当にローカルのテレビでもご出演いただいてあ、はい、うちの,あの娘なんかがあの、まあ、某清涼院料水の、ね、宣伝で有名になった歌なのであこの人が歌ってるのっていう感じでね <laughs> やっぱり我々世代わかるんだけど娘世代なんかからするとね 誰みたいな感じなんでそういう意味では露出が多い方がえ結構ファンを引き連れるだないかなと思ったりしますけどね、うん、あじゃあ曲が終わりますのであまだですね、はい、まだですねまだですねまだですねあと残り1分ぐらい、うん、もうまたまた今回も含めてですけど来年に向けてそういう露出がもっと多くなれば沖縄で,で、ね、もっとファンがね <laughs> いいですよままだだだででですすす、ま、終わらないいいあああ本当ねはい、まあ、いいまですねって言ってもネットをご覧の皆さん大きの皆さん方にはこの曲は聞こえてないので <laughs> <laughs> あれなんですけど、まあ、でも是非あの沖縄で織田鉄郎ありというぐらいな感じで言えるぐらいなまあ お客さんもたくさん来ていただければいいなと思います。少しでも私たちがお伝いできればと思いますので、でね、はい、あのー、ぜひあのー、この後もまたエフ m e タンではあのモッツのマッカ長慶のですね、はい、PR をやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあそれでは楽曲終わりますので戻ります。なんかなんか。 はい、えー、ちょっと今かぶってしまいましたけどもはいお届けしておりますのはバックでですね小田哲郎さんの「明日たへ」っていう曲、えー、いすお届けしておますこれ,これじゃなかったっけ違ますあ違うっけ <laughs> <laughs> 間違った違います失礼しましたはいえー、<laughs> あれ違うこれこれじゃなかったっけましたああ失礼いたしましたちょっと待ちくださいねえー、こちらの方だな こちらででかったですか、ねはい、あすみません、失礼いたしました。はいえー、エンディングにとっちってしまいましたけどもね、失礼いたしました。さあ、えー、お送りしております、この時間ですね、f m タウンから、えー、小田哲郎生出演スペシャルということでお届けさせていただきました。ちょっと、えー、トークが長くなってしまいましたけども、えー、エンディングに、ですね、えー、明日へという曲を聴きながらお別れしたいと思いますけども、最後に、えー、ラジオを聴きの皆さん方に、はい、小田さんの方からよろしくお願いいたします。ねマカ ぜひ皆さん、えー、土曜日、モッズの方に遊びに来てくださいね。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、とね、メッセージも、えー、入っておりましたけれども、もう時間がいっぱいいっぱいなので、えー、明日の朝の番組とかね、えー、またご紹介していきたいと思いますので、また曲もね、えー、パワーアップしてお届けしていきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。11月26日、ライブハウスモッズの方で、午後8時開演でございます。ぜひ、足を運んでください。ライブハウスモッズですよ。皆さん、今日はどうもありがとうございました、いました。ありがとうございました。